電子書籍って読んだことありますか？どうも、現役教師 YouTuber のコウです。このチャンネルでは先生や先生になる大学生の方に役立つ情報を配信しております。今日は Kindle 電子書籍のことについてお話をしていきます。さあ、僕ですね、まあご存知の方も見えるかもしれませんが、電子書籍の出版に挑戦しております。今夏休みですね、頑張って、執筆を行っております。題名としては現役教師 YouTuber コウのティーチャーズハックということで考えています。内容としては今まで言ってこなかったんですけども、主に YouTube 挑戦のきっかけとかを、まあ、書こうかなというふうに思っています。まあ、そこからですね、まあ、教師でも挑戦していいんだな、こんなふうな思いを持って挑戦してるんだなっていうふうに、まあ、思っていただいて、自分の挑戦に生かしていただけたらなと、少しでも生かしていただけたらなという思いを持ってちょっと書こうかなというふうに思っています。また2年間 YouTube を続けているという事実がありますので、まあ、そこで得た時短術や思考法、ライフハックについてもお話をしていきたいなというふうに思っております。8月末出版をめどに Kindle にて0円で発売予定ですので、ぜひご覧になっていただけたらなというふうに思っております。0円ですので、もう印税とかロイヤリティも全くありませんので、ある意味安心して読んでいただけたらなというふうに思います。またお知らせしたいと思いますので、ぜひご覧ください。というわけで、電子書籍って皆さん読んだことありますかね？僕ですね、実は読んだことなくてですね、やっぱり紙の本が好きなんですよね。というかメルカリが好きというね、安く本が手に入る嬉しいみたいな感じなんですけども、はい。でもね、電子書籍を出すって言ってるのに何言ってるんだと、周りの方、厚切りジェイソンとかに言われるかなというふうに思ったので、わいと。はい。やっぱね、僕、泣く泣くちょっと読んでみました。はい。ね、この3冊ちょっと買ってね、読んでみました。どんなもんじゃいというふうで読んでみたんですけど、めっちゃいいです。電子書籍めっちゃいいなと思いました。はい。なので、まだね、ちょっと読んだこと見えない方も多いかなというふうに思いますので、今日は電子書籍、Kindle ってすごくいいよということについてお話したいなというふうに思ってます。まあ、最後にデメリットも話したいなというふうに思ってますが、結論、すぐ買えるし、すぐ読めるし、持ち物が必要ないというところがすごく良かったです。ね、ただね、本当かいなというところもあるかなというふうに思いますので、ぜひご覧ください。一つでもなるほどなとか、お、これ使えそうだなということありましたら、いいね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では、参りましょう。はい、一つ目のメリットです。一つ目のメリットは、すぐに買えるということです。これ意外にね、すごいメリットだなと思いました。まずですね、本当の本を買おうと思った時に、うわ、あの時買えばよかったって家で思うことないですかね。また、買いに行こうと思ったら、うわ、雨やんと。と思って、まあ、Amazon で注文するかと言って Amazon で注文しますが、まあ、1日2日はかかりますよね。メルカリに関しては、もういつ出品されるのか不明ということで、待ちぼうけをするということになってしまいます。が、Kindle、電子書籍は違うんですよね。もう買いたい時にすぐに買えると。まず Amazon のサイト、ウェブから開きます。アプリから買えない。これ結構ね、僕も最初戸惑いました。あれ買えないの？と思ったんですけども、調べたら、ウェブから買うというふうになっております。そうすると、まあ、こういう画面で、こういうふうに Kindle 版とかっていうふうに出てくるので、この Kindle 版を押すと、もう即購入になります。もう逆に注意です。もう、あ、もう買えちゃったのみたいなふうになっちゃうので、気をつけましょうね。はい。というふうで、もう即購入ができてしまうんですね。まあ、一番下に誤って購入してしまいましたかっていうふうにあるので、まあ、キャンセルもできるので安心してください。そうするとですね、Kindle に自動的にダウンロードされて、もう読めるというふうになっております。ね、すごく簡単ですよね。すぐに読むことができるということなんです。まあ、そのためには、まあ、アプリで Kindle を入れておくということが大事ですね。まあ、タブレットでも、スマホでもいいので、入れておきましょうということです。無料ですので安心してください。また、もうこれ多くの方が、もう Amazon 使って見えるので、Amazon のね、ID とか、メールアドレスとか、持ってみえると思うんですけども、Amazon に登録してあるということも大事になってきますので、ぜひ使ってみてください。はい、二つ目のメリットです。二つ目のメリットは、すぐ読めるということです。僕ですね、まず家にこれぐらいの本があるんですね。150冊ぐらいですかね、あります。まあ、読んだ本とか、もういいかなっていう本は売ったりとかしてるので、まあ本当にそんなたくさんはないんですけども、あります。で、一軍の本が机に並んでて、で、持ち歩きの本が3から5冊あります。で、車にこれぐらいの本が常備積んであるというような感じなんですよね。あとは、まあ、
どっか出かけるときに1、2冊、バッグとかリュックに入れてくんです。以前ですね、家族で出かけるときにママズリュックに本入れてたんですけど、その時がね、7つの習慣という本を入れてたんですけども、まあ奥さんに勝ち切れられましたね。もうこの7つの習慣の本で殴られそうになるぐらい勝ち切れられたので、ちょっと気をつけなあかんなと思ってるんですけども、まあ、それぐらいちょっとねかさばるんですね、やっぱりね。はい。でも Kindle だったらもうスマホ1台でいいんですよね。タブレット1台でいいので、持ち運ぶ手間が全くない、重量厚さが全くないので、すごく快適です。なのでちょっとね、少しの時間に読もうかなって思うようになってきたんですよね。例えば人と会う時の待ち時間とか、喫茶店とかでちょっと見ようかなって思ったりとかできますし、トイレとかでよく SNS とかヤフーニュースとか見たりとかしませんか？はい、僕ちょっと見ちゃうんですけども、そうじゃなくってちょっと本を 1,2 ページ読んでみようかなって思うようになってきたんですよ。はい。なので、まあ、こういう時とか、あとは周りに人がいる時、なんかちょっと並んでる時にわざわざリュックから本出してちょっと読み始めるって、なんかちょっと気が引けたりとか、何読んでんだろうって言われると恥ずかしいと思ってなかなか読めないんですけども、スマホだったら、ああなんかスマホ見てんだなみたいな感じで思われるので、すごくね、読みやすいんですよね。はい。なのでそんな風に読みたい時にすぐ読めるっていうのが電子書籍いいなと思うので、本当におすすめです。さあ、三つ目、最後です。ペンや紙が必要ないということです。これご存知の方も見えるかもしれません。まずですね、僕、かなり付箋貼るんですよ。まとめようと思った部分は付箋を貼って、後でその付箋のとこだけ開けてノートにまとめていくというような感じなんです。これぐらい付箋貼ってると、あれ、僕、ステゴサウルス飼ってたかなみたいな錯覚に陥るんですよね。まあ、あとは、しおりをね、挟むという方も見えますよね。こういう作業がね、全く必要ないんですよ。こんな風にですね、アプリの中でこういう機能があるんです。目次に戻るとか、スライドでこう行き来できたりとか、あとは付箋を貼るボタンもありますね。あとは、長押しすると、ラインが引けるんですよね。黄色い蛍光ペンみたいなものが。はい。なので、そこをはどこを引いたのかっていう一覧も見ることができたりとかします。また iPhone で読んだ途中から iPad で読むこともできます。同期してね、読むこともできますので、すごく便利です。また、この自分が線を引いたところと自分が線を引いたところに対する自分のメモも書き込めて、こうやって一覧で見ることもできるので、ここを見返せばもうこの本の概要が全部わかる、自分が学んだことが全部わかるということになりますので、これもね、紙にはないメリットだなと思って、すごくいいなというふうに思っています。この3つが電子書籍 Kindle のメリットだなって強く感じているところです。さあ、最後にデメリットも少しお話したいなというふうに思います。こんなふうに Kindle すごくメリットが多いんですけども、デメリットとしては3つ。1つは売れないということですね。はい。やっぱりこれを売ることは、メルカリのように売ることはできないというところがデメリットです。なので、まあちょっとお金に困っているというような人はちょっと厳しいところもあるかもしれません。2つ目はページ感が得にくいということです。僕、ここ意外に大きいなっていうふうに思いました。僕的にここが一番引っかかりました。読み返すことが僕結構あるんですけど、読み返すときに本当の本物、リアル本だったら、だいたいこの辺に書いてあるな、ペラッみたいな感じでめくれるんですけども、Kindle だと、こう、さっきの一覧で見て、あ、ここだったなってポチッと押して見返すというふうになるんですよね。なので、このペラペラってめくって、でここだなって感じることが少しやりにくいなっていうふうに思うので、ちょっと何回か見返したいなとかっていう人とか、何回か見返す本には向いてないのかなっていうことを思ったりとかしました。あとは単純にスマホタブレット使うので誘惑が多いですよね。 Kindle よりも面白い SNS とかゲームとかが一緒に入っちゃってるので、そっちをつい見ちゃうということがあります。本だったら本しかね、見れないですけども、スマホを見るってことはそういうことですよね。まあ、そこもデメリットとして一つあるかなというふうに思っております。はい、ということでまとめです。まあそういうデメリット、売れない、ページ感がちょっと出にくいな、誘惑物があるなっていうデメリットはもちろんあるんですけども、でも、やっぱり Kindle、電子書籍はすぐに買えますよと。すぐ読めますよと。で、スマホ以外いらないっていうところがメリットとしてあります。なので、ぜひ、Kindle でも本を読んでみてほしいなということを思います。
僕は以前はですね、リアル書籍10割、電子書籍0割ですけども、この期間にリアル書籍8割、電子書籍2割にしようかなということを思いました。どんな本を電子書籍にすればいいのかなというのは、これからちょっと検討していきたいなというふうに思ってますが、このスライドを作った以降にもう3冊買いました。電子書籍も悪くないなっていうことを本当に思いましたので、読んだことがないという方はぜひチャレンジしてみてください。以上です。というわけで今週もご視聴ありがとうございました。このように先生や先生になる大学生の方に役立つ情報を毎週金曜20時に投稿しております。一つでもなるほどなとか、お、これ使えそうだなということありましたら、いいねチャンネル登録ボタンをポチリとよろしくお願いします。夏休みももう少しですけども、しっかり体を休めて2学期に備えましょう。一生懸命頑張ってくださる皆さんを応援しております。今週もありがとうございました。ではまた。